こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。ダンジョン、記憶の迷宮を先に行って、その後メインストーリー進めたいと思います。でですね、25階の奥、最奥部行ってみましょう。警戒せよ。フェイク。倒しました。枯れ木ですね。どんどん深い階層に沈んでいきます。倒せてない。倒した。
なんかおかしいな。戻ろう。行ってないとこがある。これどこ行くんだ？なんかアイテムがある。何かあるべき。トレポートか。それだけ？キドワニか？まだ行けそう？それっぽい。一発倒した。あんまり対して何もなかった。どんどん行くぞ。こうしてると戦線のことを思い出すわね。こうしてると戦線のことを思い出すわね。
よ。山内様、こんなに乗れないよね。しっかりブレイクしてますね。やりました。より下に行きます。ちょっと暗くなってますね。どっちがいいんだろう。まっすぐ、どんどん行くぞ。何かあるようだぞ。行き止まりだ。どんどん折れました。うん、来たね。今のと違う敵だ。ブレイクした。通常攻撃で破りました。戦線のことを思い出すわね。速やかに。あんまり聞いてないな。あと20。すでに計略は動いている。速やかに。こうしてると戦線のことを。
と12か。出てそうですね。28階へ。速やかに。トレポートか。一気に片付けるぞ。初めての回復。強いになったっけ？ちょっと辛そう。ないんだよな。だから退却できないんだよな、簡単には。どうなるんだこの場合。もうちょっと。なんか牛の下の血が減ってるぞ。ちょっと待った、ちょっとライフを1個すれば30回復できんのか。Okay.
計略は動いている。何かあるようですね。そう、さっきのチェーンちょっと誰がいいんだ。ビャ、まあルカかな。祝福のチェーン、ん、あ、マスイミッションの方か。いい感じ。OK。一体強そう。逃げた。何か、お出ました。全部ブレイクした。
やりました。テイクした。さ。帰りましょう。で、シブブラッタルトのデッカシブラブタル、よう分からん。これは足りない。まずアビスノッカーは5か。まだ30面までクリアしないとダメなんだな。
てやろうぞ。まあゆっくり行こうや。パスファイヤー、どんどんやりましょう。まだ余裕ある。行きますか。でもあ、倒したわ。一個だけ使いましょう。
らならやれるさ。せい、よっこらしょっと。タイミングこういうのはどう？別の方法を考えた方が良さそうだぜ。なんのその目に物見せてやろうと。風のささめき勝利とは我々が目に入れよ。別の方法を考えた方が良さそうだぜ。
だろう。あれ？Yeah.
ようやく倒した。フェアボックスっていうのがある。ちょっと待った。ここで3つ持ってる人、持ってない人いる？あ、持ってない人だ。だから買おう。いっそ31位に入らない？何をする気でキスか？一緒にお風呂入ったり寝たりするの。そんなことをしたら二度と目覚めることはないでキスよ。キッキッキッキ。そうだね、ずっと一緒にゴロゴロしちゃいそうだね。恐ろしい。殺されるでキスよ。安心しな、私らが守ってやるから。てるだけで幸せホルモンのようなものが止めどなく溢れ出てくるや。幸せをもらってばっかじゃ悪いから何かおごろう。うん、何が好き？あちきを手なずける気でキス。そうはいかないでキスよ。
私はパンケーキの気分なんだけど、一緒にどう？パンがケーキ？それはスポンジケーキとは違うでしょうか？おしゃれなホットケーキみたいなものかな。ホットケーキにおしゃれ性なの皆無ですよ。まあ実際に食べてみたらわかるから、行こう。確かめてやるでしょ。映画館に来たけど、いや、また今度にしよう。カフェテリア。どこなんだろう。結構人がいるな。ここで大道芸をしたら注目されそうだ。いや、また今度にしよう。見えに来たけど、いや、オーバードウィーカーなんかあったっけ。
ちょっと微妙だな。幸せだった頃のパンケーキ2つお願いします。なんと恐ろしいメニュー名で、キッカー。こんなご時世だからね、みんな昔の良かった頃に思いを馳せて生きてるんだよ。ほら、これがパンケーキ。なんでキッカー、まるでホットケーキに見えないでキッ。確かにおしゃれでキッ。食べ方すらわからないでキッ。蜂蜜かけてナイフで切ってフォークで口に放り込めば OK。 食べてみるでキッ。名前通り平和で幸せだった頃を思い出す。まだ食べ足りないでき、ずっと食べていたいでき。気に入ってくれたようでよかった。でもたまに食べるから美味しいんだろ。確かにこの美味しさ食べ飽きたくないでき。しよう、うちの使い魔に何ちょっかい出してくれてるの。ケーキすっげえ気に入ってくれたよ。そうかい。じゃあこの私が覚えておいてやらなくちゃね。また食べさせてくれるでキッカ。それはお前の今後の働きによるよ。頑張りな。はいでキッ。世界を滅ぼすお手伝いに励むでキッ。おいカヤモリ、教えてくれてありがとう。どういたしまして。ブンちゃんとワッキーがお風呂に行こうとしてる。これからお風呂、私たちと一緒に入る？ブンちゃんもか、入る。あのヘルメットやカニの爪もいいけど、なくても可愛いね、ブンちゃんは。あの大事な防具と武器をなしに、使い魔は語れないでゲッシュ。今
これぞ諸葛孔明の地。はい、ということで、ここまでしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。